お杉の話が始まるよ。お杉の一ワールチャンネル。今なんでこの話をしようかと思ったって、芸能の世界には芸能事務所っていうのがあってね、いろんな人たちが有名な、例えば最も有名なのは少年たち集めたグループの親分がいたでしょジャニーさんですね、亡くなっちゃったけど、ああいうのがあったりするんだけど、芸能事務所って結構大変で、私もびっくりしたんだけど、近藤マッチがね、独立したでしょ、辞めましたね、ジャニーズ事務所ね、独立したでしょ、まあ、あの人はレースがね、だからできるんだと思うんだけど、で最近みんなね、売れてきたり、ある年齢になったりすると、みんな辞めていくじゃない、はい、ね、最近ではオスカープロモーションという大きい事務所から、もうどんどんいろんな女優さんがお辞めになって、北の国からっていうドラマにも出てたっていう横山めぐみさんっていう方もオスカーを辞めて、もうもっと遡ると、例えば米倉涼子さんとか剛力彩芽さんも辞めちゃった。いやだけど、あそこすっごいタレントさん抱えてるのよ。だから別にある程度のね、とこまで行った人はみんな卒業みたいな形になっていくんだろうと思うんだけど、最近すごく多いですね。そうね、ただうまくオフィスが行ってるかどうか、うちも小さなオフィスがオフィスを過ぎとピーコっていうね、2人だけのあれなんだけど、だけど結構オフィスに入ってないと、芸能人って自由に仕事がなかなかできないのよ。フリーですって言ってやってたって。だからプロモーションしてもらえるような人たちがいてくれて、そうじゃないとやっぱりテレビ局もね、映画会社もなかなかやってくれないじゃない。だからそういう意味では私は必要だなと思うんだけど、そのすごいお金をね、まあ売れてるタレントを持ってたら当然のことなんだけど、そのうちの 20% とか 30% は事務所に入っていくっていうような形になるんだけど、私はあるのがいけないんじゃなくて、あっていいんだけど、もうちょっとなんかこうタレントさんたちを自由にっていうふうにしてあげたらどんなにいいかなとは思ってるの。そのプロダクションも例えば社長が代替わりしたりすると、それをするとなんとなく、その前話が出てきた少年たちがいっぱいいるあの事務所とか、オスカーもなんか代が変わってからすごくなんか皆さんお辞めになることが多いっていう、やっぱりだから2代目3代目みたいになってきたり、どこかの大きいタレントのプロダクションはお嬢さんが社長になったりっていうふうになってきたりすると、やっぱりうまくいかなくならない。それは何かっていうと、コミュニケーションが取れないっていうことが一番大きいんじゃないかなっていうふうに思う。ただ大きいプロダクションってお金が動くからね、すごく、だからそれは致し方ないことなんだろうと思うんだけど、うちなんて小さい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 プロダクションだから、本当に本当にっていうくらい少なくても一人が食べていければね、十分だからと思ってやってるんですけど、とにかくタレントになるって大変ですよ、それを維持していくっていうのも大変だけど、今日のこの話を聞いて、どうぞタレントだけにはならないよチャンネル登録よろしくね、お願いします。